今日鼻見みしてきたんですけどだからかな花粉症をわめてるわこんばんは今日のおともはキャラメルギフトです画面がオレンジ色のはなのは気にしないでねって書いとこう今日もかわっちいありがとう画面がオレンジなのは 気にしないでね青色の服が原因だと思われるやばいの今日マジ花粉症極めてます えー、そうでも今日寒いです名古屋とっても寒い名古屋 <laughs> めっちゃ寒い名古屋あ <laughs> あのー、本当に今日息をめっちゃ吸いすぎてる <laughs> やばいのだこんな水が止まらないしこの部屋にティッシュがないんだようんんでだろう 困らなこんばんはハルコンは両方いくよありがとうございますチーム S のハルコンじゃあチーム S のハルコンが行きたくなる話をしようかなそしたら 俺とになるみんなみんなはじゃあ,あの集客してください私の今日のショールームで中坂中坂があのハルコンの t m ルコンに行きたくなる話をするのであのみんなはちょっと集客してください <laughs> とね、はい、ちょっと自分の周りで「チーム s のハルコン絶対まだチケット取ってないやろみたいな人がいたらあ,のあれしてください呼んでください私の今のショールームに。<laughs> よし。<laughs> もう何この状況 <laughs> 行きたくなるような話をしてくれるのはい行きたくなるような話をお届けします飲みっぷりが素晴らしい今日なんかさめっちゃ喉乾きませんでもこの色が気になりすぎる服着替えようかな あ固定してないのか今日。固定固定する設定。よしありがとうございます。花粉 <laughs> の薬は飲んでないです。本当に急に来ました。<laughs> いや色のせいなんですよ。 ほらこう配信すればいいかあのー、チーム S チーム S のハルコンに行くべき理由をいっぱい話していきたいと思うので皆さんまだ迷ってるよっていう方はこれをね聞いて即決していただければなと思いますチーム S のチケット まだまだ売っておりますので皆さんちょっと待ってください出ませんでしたそれではお聞きくださいまず今回のハルコンの,あのハルコンなんですけれどもやっぱチームごとでやるということです,ですね <laughs> はい、チームごとでやるっていうことで、まあ、チームごとといえば皆さん去年や一昨年にも開催しました夏の ZEP ツアーのようなものをね、まあ、想像される方が多いいかなって思います、まあ、夏の ZEP ツアーでもですね素晴らしい演出が多かったと思いますし、まあ、去年だったらプロジェクションマッピングを使用した ZEP ツアーだったりう、まあ、一昨年は大阪ならではのことをやったりとか、まあ、そういうね いいろろ毎回違うコンセプトで、あのー、チームでコンサートをやらせていただいているんですけれども、まあ、今回は春のチームコンサートということですので、まあ、ポイントは春っていうところですよね。あのー、まあなかなか春にチームコンサートをやる機会っていうものが今までなかったと思いますのでここに来て春でチームでコンサートをやることに何かしら意味があると思うんですよね。だからやっぱ いつもとは違うチームエスの、えー、素晴らしいところをたくさん見つけられるかなと思っております。<laughs> あとはあのー、チームエスのメンバーが一人でも好きならば絶対に楽しめると思います。あのまあ今回は昼夜公演がエスってわけじゃなくてですねもう一公演だけがエスっていう形なので。 ひと公演に S の素晴らしさをぎゅっと詰め込んでいるのがやっぱ今回のコンサートの要になっているのかなと思いますそしてね、まあ、チーム E から始まりまして4月は EK2S の順番でやっていくんですけれども、まあ、そのねポンポンポンといくわけじゃないですか S まで始まってからその過程でもう私たち最後ですしどんだけ S, S らしさというかもう他のチームとの違いを皆さんにお届けできるかなっていうところがやっぱ注目ポイントだと思いますので皆さん S にしか出せない S の魅力をね存分に味わっていただければなと思います <laughs>。はいあとはですねあのー。 いやどこまで言っていいかわからないから、まあ、あんま詳しくはもちろん言えないですけどあのー、なんだろうね新しいですね <laughs> 新しい新しいなって感じる部分もあると思いますし、まあ、まあ一番は可愛い中坂美優が見れるんですよ見たくない そう見たいですよねだからやっぱかわいい中坂芽ちゃんを見てほしい。<laughs> e、と K2 も見ないと比較できないじゃないですかまあそうですね比較したいっていう方はもちろん K2 と E を見に行かないと比較はできないですけれどももうなんだろう S のこう S の魅力に圧倒してもらいたいので、まあ、S だけでも楽しんでもらえるのではないかなと。 思いますはい <laughs>、はい、そして今回は特殊登場に市民会館ということで、あのー、なかなかね、あのー、この会場でライブする機会なかったんじゃないですかこれまで。あのなのでやっぱり特殊登場 ととというとこころろがどんなところなのかそして中坂美はねあの特殊登場周辺おすすめスポットもブログで紹介しているのでぜひ <laughs> あの見て頂ければなと思います <laughs> そうですねあとはあとは 確かにさっきね公演正直チームこんな劇場公演でいいかなというのが最初の感想でしたっていうことなんですけどあのー、やっぱり「重ねた足跡公演」ってまあ結構自由というかこう何て言うんでしょうわちゃわちゃした公演だったじゃないですか。まあ,あの48のの sk 歴代の曲を集めて、まあ S, S らしさの詰まった、まあ、ちょっとワイワイした公演だったような感じが私はするんですけど「まあ、愛を君に愛を僕に公演」っていうのは何て言うんてううでしょうねもうザ・ SKE みたいな公演でこう「愛を君に」と「重ねたアシャト公演」を比べると「重ねたアシャト公演の」に比べて何て言うんでしょうかこう「重ねたアシャト公演」のような自由感っていうんですかこうフリーな感じは よりはもうなんかもうがっちり公演みたいな感じがね、あのー、見えると思いますしまあ、それがもちろん公演の,あのコンセプトでもありますし私たちもこうあのあんな先生から振り付けていただいたことをちゅあの、ね、教えていただいたことをこうパフォーマンスしているので。 まあね、そう違いが見,見れるっていうのはすごいいいことですしやっぱ重ねたシェアとコインと全然違うものが「愛を君に愛を僕に公演」だと私は思っているのでそれがね今のチーム S の素敵な公演のポイントだと思うんですけれども今回の「えー、ハルコン」ではですねやっぱそのチーム S のわちゃわちゃしたもう若さありますしこうフレッシュなチームじゃないですかチーム S っていうのは。そんななフレッシュなところを めちゃくちゃ何て言うんですかチーム S のいいあのとってもいい自由さっていうところをやっぱ感じられる場,あの場面場面は多いのかなって思いますしこうチーム S でしか表現できないこうにぎやかなところだったり、まあ、逆にねこう決めるところは決めるチー,ム S さんチーム S のいいところだったりがもうそのハルコンマルットでなんだろう感じられるそんな感じですね。だから こう皆さんと一緒にわいわいわちゃわちゃできるっていうところもポイントですしこうチーム S やる時はやりますっていうところも見れるというところなのであのー、劇場公演とはまた違うやっぱチーム S が見れるかなって思います。なのでまあもちろんね劇場公演4月たくさん S ありますからあの遊びに来ていただければ嬉しいなと思いますけれども。 そう、でも本当にあのー、来て損はないと思いますし、絶対に後悔させないそんなあのー、セットリストですし、私たちもそんなこのコンサートを作っていただけたら作っていけたらいいなと思っております。チームスが一番フレッシュなの？まあ一番フレッシュかどうかはまあいろんな人のね個人的視点があると思いますけれども。 まチーム S はあのー、ピオスさんが卒業してしまったことによりあのめちゃくちゃ先輩っていうか何て言うんですか、まあ、チカさんが今一番の先輩なんですけど、まあ、他のチームに行くとやっぱ5期生さんがいたり2期生さんがいたりっていうところを見るとやっぱフレッシュなの、まあ、別にマキコさんがいるからフレッシュじゃないとかエゴさんがいるからフレッシュじゃないってことは100ないんですけど。 何、あのー、て言うんですか <laughs> まあフレッシュですよチーム S が一番フレッシュですよはいフレッシュです平均年齢も若いと思いますよだって最年長が24歳とかですから3歳かもしれないけど24歳とかですから23とか24とか冬ちゃんの1個下ですから23歳かですからうん23歳ですから <laughs> 23歳と16歳ですから下は平均年齢は大体いい <laughs> <laughs> うーんと 23+16 は39だから3 9る2は18.5歳ん 十八点、うん。十八点五歳、うん。十九点五歳。若くないですか。そうです。とっても若くてフレッシュです。なので。あのー。フレッシュだと思います。数字は物語ってます。<laughs> まだ平均年齢が。 10代ですからね若いですね「<laughs> 未完全 TV マキコスペシャル決定」だってすごーいすご楽しみですねちょっとすいません はい他に聞きたいことはありますかどんなことを言ったらみんなはもっと行きたくなりますかうんそうだなねエゴさんのソロライブも決まりましたねすごい そういいえば読んででない何をですか今からチケット取っても後ろの方だからね安心してくださいまだチーム S は、えー、2階席3階席4階席の前方確約着席指定が残っておりますまあ2階席にはなってしまいますが前方だと思います着席確定です <laughs> あのー、今回は あの4階席まであるホール,ホールなので、あのー、とっても広いんですけど、あのー、どんだけ遠くの席に座っていてもみんなその隅々の方まで、あのー、楽しんでいただけるような、あのー、もうそういう想定をしながらみんなリハーサルもしてますので。 あのもうどの席でも楽しんでいただけるかなって思います回から全力ででコールありがとううございますそうですそ今回はコンサート初のあ久しぶりのコールができるということでここも注目ポイントですし、あのー、注目ポイントですしあの公演 しか今はねコールができる場所がないじゃないですかそうだからあのー、公演以外の曲で久しぶりにコールが打てるっていうところはとってもいいところだと思いますミ <laughs> ゆちゃんの印象はいい意味で変わりますかえミ、ー、ゆちゃんの印象これめっちゃ変わると思いますミ <laughs> ゆちゃんが近くに来てくれない行こうかなまあ どういう何、あのーね、ていうシチュエーションっていうかどういう演出があるかは分かりませんし何も言えないのでもう絶対に客席に行くよなんてそんなことは言えませんしあのどういう演出があ,あるかはねそんなん見ないと分からないですから <laughs> あれですけど後悔はないと思いますしないと思います。てかさせませまん はい。やっぱ中坂美穂も高校3年生になりますので、まあ、新たな中坂の一面を皆さんにお届けできたらいいなと思います。一人一人の魅力は生かされていますか。一人一人の魅力というまあ、観点で、まあ、どういう魅力魅力っていうのも皆さんのね、まあ、個人的なあの観点があると思うので難しいですけれども。 チーム S あの,の,あのメンバーみんながこう輝けるようなものにはなっているのではないかなと思います <laughs> そうですそうです私 LJK 最初のライブですから高校3年生の中坂美桜 初めての思い出高校3年生初めての思い出を皆さんと一緒に作れるんだよ嬉しくないいつまままでででチケット買えすすか売り切れるまでですもう一般販売は始まってますし先着順ですからもういつ売り切れるかわからないのでやっぱなるはやがおすすめですけど <laughs> はい体力は大丈夫でしょうか、まあ、今回は2回公演じゃないのでもうその1回に自分たちのパワー全てを注ぎ込めるわけじゃないですかだからすごいはいすごい <laughs> あのー、す,ごすごいライブになると思いますあとは、まあ、何と言っても十一期ちゃんの出演十一期ちゃんたちも今回ね何かしらの形で参加するっていうことは発表されていると思うのでお楽しみにもう一番フレッシュだから 後ろの方ならみゆちゃんコールしても怒られないかもう全然みゆちゃんコールしても怒られないですよ誰にも <laughs> はい最近星はダメなんで何がダメですかいや分かんないです <laughs> 困ったら11期話題なすのかわいいあの私たちも全くここ最近11期に会ってなくて手伝い以外でだからどんな ことをしてくれるのか。楽しみですね。まあ、そうですね。あとは娘ポイントめっちゃ喋ったけど、何か気になるところありますか。 いやそうななんんですよよ明日オウムランウェイなんだよね何かさ何かで見れるんですか髪型はまだ決めてなくて何がいいかななんかあのしてほしい髪型があったら「ハッシュタグブー」に届けとか届けてください服装は清掃で行くべきですか服装は、まあ、生誕 T シャツ着てきてくれたら嬉しいなって思います広いからまあでも全然 17T でもね分かりますけど お任せしますすの花道も使いま,すかまあでも使ったらねより皆さんの近くには行けると思いますので使えたらいいですねかわいいのくまさんだとすぐに見つけやすい「高いツインアフロテ <laughs> TikTok で配信されるんだ見なきゃ s k イに詳しくなくても楽しめますか?」。 SK 詳しくなくても楽しめると思いますうーんそうですねまあ皆さんの,その楽しいの基準っていうのが、まあ、難しいですけど人それぞれだと思うので、あのー、でもなんかライブ感が好きな人っていうんですかこうライブが好きな人だったらもう結構楽しんでいただけるんじゃないかなって思いますね。だし このルしたかったみたいな曲もあるかもしれないですからお楽しみにタ <laughs> ンティー持ってない方は全然お好きなお洋服で遊びに来てください <laughs> 2階の3列目も見てくれますかもう2階の3列目も見ますし4階の3列目も見ますし もうどこの席でも見ます。チームエスの魅力爆発でしょうか。はい、もうこれはチームエスにしかできない。チームエスらしい。素晴らしい。 コールの復習したいので少し教えて。まあでも皆さんは臨機応変に対応してきたじゃないですか今までも <laughs> だから大丈夫です。おそばせながら今日発見した十列目のセンブロでした。すごーい。 17t 買い逃したのを激しく後悔してますじゃあ18歳の生誕 T シャツはぜひゲットしてください K2 もあるけど生誕 T でいくかなはいブランクがあるあじゃあイントロドンとかしてあのこうランダム SKE の曲ランダム再生コール練習大会をしましょう 2階の一番下手も見ますかもちろん今回中作結構もう髪も霜もいくと思うのであの髪も霜の方もね楽しみましょうもちろん真ん中の方も <laughs> 最近ずっと予想を超えてくるので楽しみですねはい楽しみにしててほしいです <laughs> あの本当に うんじゃあセリウムは3本あったら大丈夫ですよ2階の下って結構みゆちゃんのファンが多いよ了解です生誕グッズは4月の中旬頃ですかねさああの5月生まれの方が3月中旬頃だったので <laughs> 何かか発表ありますか私たちも知りません <laughs> もうセットリストとか演出以外のこと何も知らないからさいつもドキドキしてますいやでも今回はあの本当にあのセットもすごそう見たことないんですけどまだ。 四本持ってくけどあまり触れないもちろん皆さんが楽しんでくれれば全然オッケーですよ <laughs> そんな感じですかねミエ <laughs> ちゃん的に衣装はどうあ、これもうか中坂個人的な話をさせてもらうならば衣装私好みすぎます あのー、もう全然言えないしもう超個人的なんですけど <laughs> 超個人的なんですけどもう私好みの衣装が多すぎてはあ私の中ではもう大優勝衣装ですね痩せなきゃ <laughs> 四日と五日の声も当たりました。あ、ありがとう。<laughs> はい、なので、お楽しみに。そう、よく覚えてるね、私の好きな衣装とか。 <laughs> そううです、ね、もう今週末です会場の向かいの米田コーヒーは混雑しますだってみんな会場の近くはいっぱいカフェドクリエがあるんですけどもう中坂金山のカフェドクリエもうコンプリートしてるんじゃないかっていうくらい行ってる <laughs> 金山のカフェドクリエがもうありえんくらいなんか,、ね、なんかめっちゃ行ったことあってなんかカフェドクリエ巡りみたいな一時期してたんですよ <laughs> はい、今週末はもう春コンですあなんかさいつもはこのコンサートが終わったら終わっちゃうっていう気持ちになるんですけど今回は5月もあるということでとってもね素敵です <laughs> そう エドクリエって何あ、カフェですカフェですあのね、バナナジュースが美味しいカフェです <laughs> はいバナナジュースはあの、私がねあのおすすめしたねお店がありますよね、皆さんそちらもおすすめですのでバナナジュース飲もうメ丼のバナナジュースも美味しいよ <laughs> はい もうバナナジュース愛好家すぎるね,バナジュースね大好きなんですよもうバナナ大好きだからさ中ちゃんがカフェ巡りそうですで、ね、も中坂はチェーン店のカフェしか一人で入れないタイプの人間なのでチェーン店のカフェしか行きません <laughs> 喫茶店とか名古屋も東京も鳥はチームスなんですねはい鳥に。 ふさわしいように頑張りますコンパルのエビフライサンドエビフライサンドはすぐ売り切れちゃうのでお気をつけくださいカフェドクリのバナナジュースカフェクリのバナナジュースはね結構大きいイメージですねあでも結構かかる15秒くらい,ついあの本気出せば。 タイは釣れますかタイはね釣れないかもしれないですけど、はい、でもま近くにほんと居酒屋とかもいっぱいありますのでみんなでエンジョイできるかもしれないですねめ <laughs> んちゃんに紹介してもらったバナナジュース美味しかった素晴らしいコンパル行ったことないですかコンパル激うまですよ <laughs> おすすめです一昨年の ZEP ツアーの時に行きましたね 漁師の孫です <laughs> あとは何が気になりますか全然あの金山の周辺のお店とかも知ってたら教えます <laughs> 配信は山のところ発表されてないですね SK 春のチーム春コンチーム S の見どころでようやくツイートしておきましたありがとうございます 目が悪いので、遠目でも見て、分かりやすいと嬉しいです。髪型とかですか。楽しみにしててください。スタバの新作は飲んでないですね。もう今日スタバの前を通っただけで、激混みしててね。<laughs> いいですよね。そう。両親、父方、母方です。 アスナル金山のおすすめのお店は、まあ、バナナジュースのお店がおすすめなんですけど <laughs> あのアスナルはねどこもねおすすめですよあでも前ね行ったね2階のめっちゃ奥にあるスパゲッティ屋さんが美味しかったです <laughs> そう会場は地下鉄と直結してるねそうなんですよ あのアスナルっていうか JR とか名鉄と逆側の出口から出ると直結しているのであのまあ書いてありますからこう駅の壁とかにも見ながら歩いてみてください。<laughs> モチベが上が上らないというファンに一言「難しいですね」「モチベをどうやったら皆さんのモチベが上がるか分かんないですけど可愛い,いお塩を眺めたらモチベは上がると思うので」 可愛い中坂美優ちゃん。見に来てはいかがでしょうか。<laughs> 最近金山行ってない。金山駅降りたことない。あもう金山駅。素晴らしいです。行き行ってみましょう。まあ、あのもちろんお仕事だったり。 あの遠くていけないよっていう方もねいらっしゃると思うので、まあ、そんな皆さんにも楽しんでもらえるように終演後にいっぱい写真もアップしていけたらいいなと思っているのであのはいお楽しみにあねプロ野球チップスがね売ってるらしいですねファンの方から教えてもらったみも今日ね探しに行ったけどね売ってませんでした 擬似声の見れない中坂美優が見れますか。まあいつもと違った一面は見れると思います。お楽しみに。ねひめちんが北京さん行ったらしいですね。わざわざラインしてくれて可愛いなって思いました <laughs>。そうめっちゃ可愛くない？わざわざラインしてくれて。 かさかみえちゃんの横を独占しました」って連絡くれましたんかわいいなーって <laughs> なりましたそうお姫丹行ったらしいです「名鉄の金山駅は駅改良工事が行われていますのでお気をつけください」だってみんな。 いい情報ありがとうございます箱買いしようか悩みますねミュウだったら箱買いしちゃってたかもしれないなミュちゃん的に誰の印象が一番変わりますか誰の印象が一番変わりますか、えー、難しいですけど難しい質問ですね とでもこうまあ個人的にはあの個人的にですけどめちゃくちゃあのやっぱ今年こそ中坂は9期で何かしたいと思ってるのでやっぱ9期には注目してほしいなって個人的には思いますもちろんチーム S みんなね印象していい意味で変わると思うので、は。い すごいお手洗い情報を教えてくださってる方が <laughs> いる春子までに腹筋は割れんと思うのでのとりあえずウエストだけあの。 中坂,が中坂このこの腹筋方法っていうか全然腹筋じゃないんですこれをやるとめっちゃウエストが細くなるしあの腹筋に縦に線がめっちゃすぐ入る方法があるんですこれをあ,のあと4日とか5日でやって縦に線を入れたいです金駅から徒歩含めて30分,くらいで,すか30分ではつかんのじゃないですかもうちょっと遠いと思います。 駅数で言ったらんでもどうなんだろう JR 沿いを歩いていけば JR の線路だったら5分で着くんですよだからどうなんですよ JR 沿いで行けばそんなに遠いわけじゃないのかもしれないですけど長坂 JR で行くことをおすすめします。<laughs> その それをずっとやれば、確かに。あ、今日はお歌、お休みします。ごめんなさい。名鉄の方が早いと思うんだ。うん、まあ、名鉄も。であるも、同じくらいで着きます。まあ、こんな、いつもは、とっても地下鉄を押す中坂ですけど。 まあ今回ばかりはちょっと地下鉄より JR か名鉄の方がおすすめです <laughs> もうとってもとってもねあのまず乗り換えがあるんですよ地下鉄だとでも JR と名鉄だと1本で行けますのではい 宮城から金山まで30分歩いたきょう皆さん意外と歩いてるんですね金山駅かイオン厚田までは徒歩10分くらいかなだって詳しい新幹線から名鉄ホーム遠いですしまあ確かに新幹線で来られる方はやっぱ JR がおすすめですねすぐすぐ来ます <laughs> すぐ来ますかすぐだもんね降りて下下下ってヒュンって行けますか タオルは回しますかわからないです <laughs> なんか投げてほしいいろいろね願望はありますよねもちろん名鉄と JR って競争してるみたいで、ね、電車の中から見るとっても楽しいおかんないみ名鉄の線路なのか JR の線路なのかわからないけど桜見える気がします金山駅に行くまでの途中に電車の中から。 っちかな分かんないけどうん左手左手かな右手かな分かんないけど見れるかもしれない外も注目ですイエーイうちはあったうが良きうちははコンサートはマジ持ってくるのおすすめしますめちゃくちゃ見つけやすいです <laughs> どっちもかなどっちも見えるってみんなおすすめですハルコンチームエスさん今チケット買ってるわーありがとうございます <laughs> 桜あります今日見てきましたありがとうございます中坂さん当日頭に桜咲いてますか花かっぱになってるかもしれません <laughs> なるほど左側だって左側に桜があるっていつものうちはと独占うちはとどちらがいいですかこう自分がこうパッと見てこっちの方が目立つかなって思う方を持ってきてくれたら嬉しいです、まあ、でも愛情がこもってるうちはならね私の千里眼で皆さんを見つけます、まあそうだ当日このコンタクトはつけないんですけど長さが見えないコンタクト <laughs> やっとっ ちょっとだけ目が悪くなったなって思いながらちょっとだけどそのまあ悪いいつも使ってたコンタクトをずっと使ってたんですけどあのまあそろそろ限界を感じていて最近公園でずっとねカラコンをね使ってたんですけどなんと今日久しぶりに眼科に行きましてあのー、コンタクト慎重してきましたあのめっっちゃ目悪くなってましためっちゃ反省してる <laughs> 超反省してます自分。 そ電車内でもしかして「中坂ですさんですか?」って言われたことありますかないですけどあの真横にいる方が中坂美桜のホームページを見てたことはあります <laughs> ドキッ耳鼻科はあいつ <laughs> 眼科には行ったんだ耳鼻科もどうぞじ耳鼻科は <laughs> はにゃそう あの、あのー、左目が乱視らしい <laughs> そう同じ曲振りでも変えますかどういうことですかそう なのであのめっちゃ視界が良好になりましたもう爆上がりしたんですよ度数がそうあのこの親指はあの絶対にコンサートまで悪化させないようにあの直すために貼ってるんですクマ音をそうなるほど、まあ、あるかは言えませんが <laughs> お楽しみに <laughs> 残るは中ちゃんとピオさん。こんなところでもうちらイチャイチャしてるんですか。可愛い,いですねうちら。でもあと三日くらいあるよね三十一まで。三十日にオープンしたんだっけあれあちゃさん,ん違うあと二日でしたごめんなさい。<laughs> あ振りを大きくするとか化粧を厚くするとか。振りは変わらないかななんだろう中坂はあのこうここで抜こうここで入れようみたいなのができないタイプなんでもう。 こうずっとこういかないと無理なタイプなんですよだからこう髪の毛が崩れないようにこうここだけの力を抜いて踊るとかができないタイプの人なのであのその,そのバランスをこうね私は自分でコントロールできないんですよ <laughs> でも化粧は変えるかもしれないいつもよりキラキラをつけたりでもね私今ね化粧下地がね全くないのとアイシャドウがもうすっかすかだから買いに行かなきゃいけないんだよねそうだから4月になり待ちしてます チケットは購入から24時間経たないと発見できないのでご注意をということです皆さんお気をつけてください明日プロ野球の順位予想の紙面発表ですね楽しみ明日の何時からさ新聞って発売されるんですか明日朝配信だからさこうあ,あの夜こうなんですよっていうことができないんですよね あでもン子用のコンタクトじゃないので普通のコンタクトつけてますまあワンハーフなのかフルサイズなのかもお楽しみに長 <laughs> ちゃんが鳥なのかピオスが鳥なのかいやこれでさ明日ピオスでさ31中坂だった方がちょっと全然意味分かんなくて面白いと思うのであのさすがにピオスさん鳥であれって心の底から思ってます 東京のコンサートは行きたいな待ってます <laughs> 待ってますコンサートのメーカー自分でするのお化粧ですかしますよまあ特にねめっちゃ変えてるってわけじゃないですけどいつもより若干濃いめとかです勇敢なので十五時くらいかとじゃあ 明日の朝はできないですね。春子にピオちゃんと石津がいないのが信じられない。いやそれなんですよ。なんかリハーサルに2人がいないのもだいぶ違和感すぎて、調世代とか意外と石津と喋ってたから、なんか石津がいないのも不思議だし、あのチーム S のねもう賑やかなねもう爆音スピーカーピオさんがいないのもとっても寂しいですよね。 しかもあの私なんかさそんなねなんでどんなクイズだったっけみたいなクイズラリーしてるんですけど今どんなクイズ考えたっけって考えたけどなんかふえみたいなクイズだったが覚えてないんだよね。あもう逆にねここでも忘れられてるってこと。 東京のコンサートはモバイルワーなんで後ろの方からメモってますありがとうございますそうか確かにタオルに石像の名前あるんですよね確かに確かにピュスって壁写真外す儀式したっけしてると思います <laughs> してると思います それでは五十分になったので終わりたいと思います。<laughs> 鼻が <laughs> 痒すぎるもう本当にさ、こう花粉症のそうあれに襲われてる。<laughs> ではギフト読みます。ランシェル・アスカーさん可愛い,いハート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 ,ハート。ブラーボーブラーボー、えー、マスクしてるクロミちゃんさんレインボー。白のクマさんレインボー。無意識のいるさん桜の花びら。花びら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 。あじさいニャンニャさん花びら花びら結婚してチューリップ。タラノム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 タラノ音符。アジサイニャンニャンさん結婚して。バナナさんうまシャーさんレインボー。 えまきこさんハート花びらさんぽっぽさんハート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 え待ってもしかしてカプセルのイベント終わりました投げ忘れちゃったベイビーさんアイスクリームピッピフーピさんドラムおんぶえあじさいニャンニャさん結婚して サンポポさんハート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 ,ハートえだて巻きさんじゃないロールんロールケーキさん <laughs> 花びら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 白の熊さんハートえー、クリームソーダさんだるまさんぽぽさんお疲れ自転車ラスカさんたらのむたらの音符さんぽぽさんありがとうめしゃらすカさん花びらありがとうございますそこにもギフト投げてくださったみなさんありがとうございますありがとうございますイエーイ シュ,キュウキゆめちゃんの卒業話見ましたシュゆめちゃんの卒業話だってみんな気になるちゃんですねあでもみんも今日うシゆめちゃんの引用リツイート見たかもしれないあとで見なきゃ消えちゃったの読みます中坂さんレインボー 河内、えー、女の子さんかわいい。みおまるさん、ハート、さんぽぽさんかわいい、えー。中坂さん、レインボー、自転車、ラスカウさん、チューリップ、そらマめさん、結婚して、桜餅さんぽぽさん、ハート、ランスルラスカウさん、レインボー、そらマめさん、レインボー、レインボー、限界うよすぎさんかわいい。ありがとう。くろみちゃんさん、レインボー、ベイビーさん、桜餅ありがとうございます。そこにもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イェーイ。 ありがとうございます。不思議阜がツイッターしてたよ。引き続き、週ュークーもよろしくですって。これはいい、いいことフラグってことですかありがとうございます。は子のの赤き、あ、ね、ツイッター見ました、皆さん。届いたようで嬉しい。かわちくまなか中坂を大切にしてください。<laughs> それでは、続きましてランキングを見ます。今日の中身は73位はデケデケデケデ、でけでけでけでん。ばーン クロミちゃんのアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。イーイ。今日はマキコさん加入14周年記念日ですね。すごいですよね、14周年。いやー、考えただけですごっ,ってなりません、皆さん。だって、自分14年もいるかなーって。<laughs> すごってなります20位から読みます行きますせーの耳の大きい猫さんひひさん中坂さん白の猫さんポケモンマスターさんくろみちゃんさんパンダさんあり,ありがとうございますありがとうございますリーナちゃんまだ生まれてない確かにリーナちゃんとミレイタンは生まれてないんだよやばいねえ生まれてないってどういうことん生まれてないことはないやろ生まれてるやろ

10いん3ありがとうございますソロムエぴょん9いん3ありがとうございますあじサイニャんにゃ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 んえー、8いん3ありがとうございますバナナふふふふふ7いんありがとうございます焼き鳥スーパーくふふふ

ということで5096人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方は星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました今日の配信で少しでも多くの方がね「ルコン楽しみになったよ」って思っていただけたら嬉しいですエゴさんがまだ23歳なのが信じられないよねまだ23歳なんかもうめっちゃいらっしゃるみたいな感じするのにまだ23歳。 お若すぎる。ということで、5096人の皆さん、配信見てくださってありがとうございました。えー、コメントしてくださった方、星やギフト投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら、メール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェック、よろしくお願いします。それではまた明日の配信見てください。明日も、明日7時半からできないな。7時からです。<laughs> 明日の配信は、

再见。